ユミ、ニシキ。だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって何発も何発も。ユミ、ユミ。おい、しっかりしろ。やっちまった。東商会の大幹部を。ユミを連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそユミ連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は。ユミを頼む。キリュウは行け。ふざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よかはないですよ。やつはこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、俊二。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間の親さんが引き継ぐそうです。
そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。で、急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。シンジ、由美を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。なんだその態度は。そこ、何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。あれは、たく、物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してら。なあ、あんただろう。自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね、堂島の竜。堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。登場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。誰の命令だ。世良会長だ。登場会の三代目だよ。なんだと。何が堂島の竜だ。あの野郎絶対に生かしておけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば、錦山はどうしてるんですか。さあ見てねえが、奴がどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね、今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ。ちっ、その役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。
嘘でしょ。嘘って言ってよ。だって錦山くん言ったじゃない。大丈夫、俺がユミを助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの。ねえ、錦山くん助けてあげられなかったの。何もできなかったの。どういう意味だ。え、俺が役立たずだって言いたいのか。いや、そんなつ…お前までそんなこと言うのか。食事、始め。囚人番号1240。手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやっさん。で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で。やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか。100億言うたらお前会長を初めてです。やかましか。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ。関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は。ああ、ふざけんな。登場会2万5000、死に物狂いでかき集めた金や。
100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったのかよ。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ。この件は東城会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや、そんなんで納得いくか。会長、三代目会長。10年、お前のいない10年で東城会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。ちょっと待て。ん？もう、やっぱりキリュちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな。どうして俺を。なーに、アホなこと抜かしとんねん。ああ、それやというのに、お前と来たらしゃあないから、俺もお前を追って。まあ、ええわ。そう来るんじゃねえかと思ってましたが。理由なら。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。ご忠告痛み入るが、今のカムロ町はそんくらい危険っちゅうことや。せやから今のお前にこの俺がその。もうそうよ、ちゃうちゅんや。いいだろがあるよね。馬力もない、テクニックもない、そないな弱さでいっくそ。なに、お前の命はまだ光をうじのうとらん。兄さん、ええか、お前がこの町を突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を。分かった、俺もこのままじゃ終われねえ。おい、お兄さん、今
おい、あんた見かけねえ面だが、何？お前に関係ないだろ。あるんだよ、それ。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ？別に俺は関係ねえ。ちょっと待てよ、おっさん。話は終わってねえんだよ。ちょっと顔か。嫌だと言って。じゃあ仕方ねえな。何者なんだ。知らない方が身のため。俺はこの辺の仕切りやってる親。今日は殺人事件もあったし。そうなのか。ええ、まあ分かった。はい。参った。あんたんだ。知らない方が身のため。俺はこの辺の仕切りやってる親。今日は殺人事件もあったし。そうなのか。おい、お前、青木か？ん？あ、桐生さんですか？堂島組の？そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。お前、俺が無所に入ったの知ってたのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで、田村の奴はどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか？セレナってまだあるのか？セレナですか？ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナは
まだいるのか。ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この町じゃ珍しくゆっくりす。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、時間があったら行ってみたらどうですか。他に聞きたいことはありますか。中道通りで。ああ、正確な情報は分かりませんが、登場会幹部。ええ、警察もあれだけ。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。誰が殺した。いや、でも話によりゃ、まあ桐生さんがいなくなってからの登場会は。他に聞きたいことはありますか。そうか、ありがとう、助かる。いえ、ああ、今後も。してんだ。店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。なんた、どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ。俺一目見りゃ分かんだよ。どこどう見たって黒刀マンだろうが。てめえ何企んであがる。和樹さんに何しよってんだ。おいおい、別に俺お前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよ。これヤクザって言え、何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだな。うるさえ。俺はこの店命がけで守るんだ。やってやるぜ。何やってんだお前。すいません和樹さん、このヤクザが。道島の桐生さんですか。ええ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ、
ユウヤ、外してくれるか。はい。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それで親さんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか？ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何？昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ？わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それは。おら、オーナー出さんかい。すみません。すみません、桐生さん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめ背びりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。参ったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。言うや。クソやと？おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ。クソイカだ。なめんなクソガキ。言うや。なんやお前は。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、店ごとぶっ潰せ。思い出した。あんた堂島の組長を殺して無所行った。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。ジュさん。
田中のおじき信じ何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。本当にお久しぶりです。ああ出世したようだな信二。出世っていうか桐生さん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ錦山さんなんです。錦だと。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやっさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。信じ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が、おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。10年ぶりのシャバだったのに、早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて。バカ言え。俺は無所でもずっ。本当ですか。兄貴から手出さなくても。最初のうちはな。だが挑発に乗らおかげで模範囚になり、10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロとは。全然おかわりなくて安心。変わってない。あれ、実際ここに来る前、自分でも。そうですか。でも兄貴のことです。すぐだと。いいそれで葬儀会場の件ですが、登場。正直何が起こるかわからないですから。もう準備はできましたか。わかりました。本当ですか柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえいきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが。親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか。あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。
復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか？へえ、間違いありまへん。そうか、桐生帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか？ええ、それはもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか兄貴、これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやっさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。本日はお忙しいところ、こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。これでいいのか？はい、ありがとうございます。
すいませんが、どちらの組の方でしょうか。昔。そうなんですか。堂島の親父も10年前に桐生っていう男に、で今度は世良会長も死んでしまうなんて。私は誰かが裏で糸引いてるんじゃないか。間もなく告別式が始まるので。葬儀の場合、あれがないと裏口に入れ、確か外の。それ私がなくした紋章、見つけてくれ、ありがとうございマネージャー。そういう問題じゃないんだよ。しかも似たようなミスを。そうですか。わっ。あ。さっき模章を何やら言及とか処分されそうだった。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでした。せっかく探してもらった模章ですけど、さっき。じゃあ私はこれで帰ります。葬儀関係者かい。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに
錦山さんはずっと独立の算段してたんです。大海連合。正面から堂々とはの堂島の桐生は。なぜ大海連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。真治、実は今ここに来る前に襲われた。え？大海連合の奴にだ。まさか。お前も用心しろ。はい、とにかく勝っ。行きましょう。待ってくださいよ。おっと、すいません。兄貴、こっちです。この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやっさんを呼んできます。カズマ、おやっさん、10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやっさんは何も変わらねえな。お前だけは。おやっさん、何があったんすか。東条会は、それに錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやっさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。
由美のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、由美は。おやす！風間のおじき！てめえ！お前、桐生！桐生？あ、なんやお前。堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ！しまな。おお、お前ら！絶対に生きて返すんやないで！やろう！おとなしゅう往生せいや、桐生。カズマ、逃げろ、カズマ。ユミを、100億を頼む。行け！Yeah!
を見つけた。覚悟しろ。おいこら、覚悟しろや。搭載編で
待ちれ、てめえもう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえもう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。ここまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。おい、なんじゃ。おおわ、誰だこれ。どれ、何者だ。たった今、広域指定暴力団東条会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所二日にしちゃ派手にやってんな。あんた、寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん。風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、やつは何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似？四か？あんた丸棒に？10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。桐生、
俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手風、あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はその由美って女か。その二つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店あらずどこかでつながってる。お互い。お前が無所に入ってる間にカムロ町も様変わりしただろう。ああ、馴染みの定食屋がなくなってたな。占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて、あれ次なんだっけな。セレナか。何かあったらそのけ、あまり無茶すんなよ。セレナか。何かあったらそのけ、あまり無茶すんなよ。